おはようございます。私は12時過ぎでもおはようございますでございます。ズンズンぽいぽいの喧嘩ラジオ。喧嘩ラジオ。変な入りました。新しいパターンがね入りましたね。いや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 、良かったですよ。はいはいはい。ね、良かったですね。良かったです。言えて。いやー、その合ってたでしょ。やば、変な声が、おっさんの声がね、入っちゃいましたけど、はい。第何回ですか？第78回。お、ありがとうございます、78も。まあ、まずはちょっと一ついいですか、ね、はい。ビスケットブラザーズおめでとうございます。ああ、ビスケットブラザーズおめでとうございます。いや、すごいですね。マイルド軍団なり、僕ら昔やってた濁りメンバーですから。そしてね、日本の社長が2位というね、すごい。素晴らしい。いやー、すごい。削り合いをしたんでしょうな。すごいですよ。見れてないからね、こっちでは。東京では。そうですね、関西だけです。いや、関西だけですね、ね、うん、はい。相当な削り合いだったというね。はい。噂とかは全く聞いてなくて。勝手に思ってはいはいはい。まあ、見れば分かんないですからね。相当な削り合いをしたと。ああ。うん。いやー。一を争う。もう相当な削り合いをしたと。ね、はい、僕予想してますからね。相当な削り合いですよ、そら、はい、服も破れてね。あ、そういう形が見えて、形見えてネタをつけると、ドラゴンボールやん、ね、本当にね、太郎さん、本当にもう削り合い、はいね、本当にもう、はい、ガードもしますよ、そりゃガードしてても、まあ、そのガードの上からまた行く笑いを、ね、はい、これね、太郎さん、削り合い、はい、完全に削り合ったやろな。削り合いだし、予想してますよ、本当に。わかる、ケツは形出てそうやけどな。ネタによったら。ケツは両乳出て。ケツは出てそうやけどな。それを原田が揉むというね。原田が。そんなの、お前、そんなもん、同時にライブやん。いや、でも懐かしいじゃないですか。思い出してくださいよ。そうですよ。一人ライブでね、みんなでね、はい、こう、ライブ終わった後、うん、みんなで打ち上げ王将行くじゃないですか。里村さんの王将ね、通称。通称里村さんの王将。なんか通称里村さんの王将。それでも、僕覚えてますよ。はい。ケツと原田がね、当時ね、ああ、まあそういうノリがずっとやってたんでしょうね。はいはいはい。酔っ払ってくるとね、はい。ああかん、スイッチ入ってきたっていうね。はあはあはあ。で、あ、俺もとか言うね。おう。あの、ケツが。おう。で、そこに、あの、マユリカン坂本とか持って、はいはいはい、はい、俺も入ってきたなみたいな、はい、これ何するかっていうとね、はい、自分の指舐めてもう一人の口に入れんねん。だから原田の指、原田が自分の指舐めて、はい、ケツの口に入れた、はい、ケツがその指むっちゃ舐めんねん、で、はいはいはい、それをまた坂本に舐めさすみたいな。こうむっちゃキモかったよ、俺今でも覚えてるわ。別にイケメンじゃない3人がさ、指舐め合ってさ、あかんスイッチ入ってきたみたいな。いやー、あれエグかったわ。楽しかったですね、濁りん。それ見ながら俺はバトルボム飲んでたから、ずっとバトルボムやってたね。ごくごくごくって、バトルボムやってたな。楽しかったですね、すごい、まあ、日本の社長とビスブラー、まあすごい仲良くね、 あそこ2組もすごい仲いいとこやん。めちゃくちゃ仲いい。一緒にライブやってユニットとかやって、あのすごい戦いですな。ねえ、いやすごいな。こっちで見れへんのが残念でしたね。ねえ、いや感動しましたよ本当に。10年目までとかそういうあれやったっけ、 YTV のは。そうです、あれ、紅生姜って、稲ちゃんはケツとかと同期かな、33歳、ね、あれか、熊本が35期とかそんなじゃないかな。じゃあなんかね、ツイート見たら来年ラストイヤーって言ってたから、おじゃあ今年は34期までってこと、あ33期までってことかな。ああ、そうやったんかな。じゃあなんか熊本プロレスは34期か、熊本プロレスは5か4か多分それぐらいだと思うんですけど、4やな。じゃあラストイヤーって言ってたから 10年目までらしいです。あ、じゃあだから33期までやね。だからあ、そうなんや、すぐらラストイヤーで取ったんや。出場資格が大阪を拠点に活動する芸歴10年までの漫才師。あ、
ああ、そこ漫才師ね。え、ちょ待って、決勝行ったらコント師じゃないあれ。コント師やな。まあ、だから一応二刀流と言われる、ビスブラも二刀流って言われて、まあ、ああ、そうやね。まあ、日本の社長も二刀流。そうやな。あ、そうなの。漫才師っていう。あ、まあ、だから漫才劇場があって、それに入れれば、入ってれば出れることなんてことなの。そういうことか。漫才劇場所属してたら、コント師でも、まあ、漫才師という立ち位置になれるから。まあ、そういうことなのかな。漫才師ですって。別に自分が言うてもうたらいいだけやからな。そうやな。そうやな。そうやな。いや、すごいな。ラストエイト、素晴らしいよ。しかし、どこがどんどん、めっちゃ細田くんもね、テレビ出て。そうですね。強盗じゃないの。武蔵小山で、万引き犯かなんかの外人を。万引き犯捕まえたんか。うん。で、テレビにも出てね、その時は。本人再現みたいなやってはってね。うん。割れてたね。ねえ、いや、素晴らしい。出てやってましたよ。これでなんとか、ねえ、いいことあれば、細田くんも。ねえ、髪めっちゃ伸びてたな。めちゃくちゃテンパやったな。面白いぐらいのテンパやったな。面白いですかね。いや、すごい、元力士が生きてきましたね。ね、素晴らしい。あれおもろい、テレビでもやっぱちゃんとオフィシャルでできてましたね。そのどこまで行きましたか、現役つったら、ジョニダンですっていう。92枚目って。みんな、えいいですね。ちゃんとやっぱあれがね、あのライブでしか、そんな、ライブでもそんなみんな分からへんから。青並みって言ってた。青並みもなんか紹介されてた。すごい。ヤフーニュースとかでも、最高順位はジョニダン。目覚ましテレビやったよね、出た。最初の出た目覚ましで、あとなんかもちょっと、すごいですよ。すごいなぁ。すごいですね。にごりメンバーがすごくなっててますから。いや、すごい。ほんまや、めっちゃさんもにごり出て、ね、ちょっと頑張ろう。はい、頑張りましょうよね。ね。さあ、なんかありましたか、はい、そうですね、まあ、労働場に高校生の子が珍しく、新しい子が入ってきまして、2、3週間ぐらい前に。男子女子？いや男子っすね。やっぱ男子ね。はい。やっぱ男子っすね。やっぱ結局男子なんですよ。うん、まあ頑張ってお弁当の配達頑張ってやってるんですけど、うん、なんかその高校生、なんかどっから見たことあるなってずっと思ってたんですけど、ずっと答え電話、まあもやもやしてたんですよ。ずっと、うん、ほんで、うん、ある日お疲れ様でしたって時にわーっと思って。なんで忘れてたんやと思ったんですけど、その高校生の髪型、うん、僕らの大好きな雲野重座さんと全く一緒でした。え？雲野重座の髪型と。雲野重座の髪型ってどんなやったっけ？あの渋いなんか。アイパーみたいな？アイパーというか、ちょっと前世紀の舘ひろしさんにも近いような、すごい紳士な。雲野重座の髪型がちょっと。もう上位だと、じゃあ一緒でした。ちょっと気になる人調べといてください。太郎さん、無理やり僕が雲の重座好きっていう方向に持っていきましたよね。だから僕らの大好きなって言ったのが、僕なんか嘘ついたみたいになって、最悪ですよ。いや、最悪、いや、こっちも最悪ですよ。最悪ですよ。こっちも今、いらんのを使いましたよ、どんなカードで、雲の重座出そうと思ったら、今ね、あのアインが出てきましたね。いや、そう、まあ、でもまあ、実際、アインの色違いです。アインはあのだってね、あれ、あれやもんね、あの、何だっけ、あの歌手、伝説のロック歌手。あ、名前出てけへん。海外の。シドビシャス。ああ。シドビシャス、もっともっと古い。アインはあの人モチーフにされてもね。あれや、分かった、伝説のロック歌手。ああ、そうです。戦争は行ってないね。あ、戦争も行ってんのか。当時はそんな前の人です。めっちゃ白黒時代の人ですね。あれな、全く出へんわ。ブルーススプリングスティーンが出てきた。これちゃうねん。あれ、あのパンタロンみたいな履いてるくらいのあれ。そう。でした。伝説ロック歌手。あかんわ。サンミュージックのタイガさん出てきたわ。いや、そう、タイガさんみたいな。タイガさんみたいな人。あれ何やったっけ。あれな、ねえ。わかる？これあのこんな出えへんもんなんかな。もうフレディ・マーキュリー古いね。もう一個古いね。マーキュリーもう一個古い。もう一個どころじゃない。もっと古いよ。あ、アインやねんあれ。あの人、あ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 
アインじゃないねんけどな。ロックンローラーやねん。アインがあの人をモチーフにして。そう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 。なんやったの。ブルース・スプリングスティーンも言ったらちょっと意識してんもんね。そうそう、多分一緒。ねえ。アイン、そうそう。アインのですよね。はい。リチャード・ギアって出てきました。いや、リチャード・ギアさんは。リチャード・ギアな。検索したら。わかんないか。え？違う違う。リチャード・ギアな。で検索したら出てきましたけど。北斗の拳のアインの。あのリチャード・ギアにしては若いよ。元ネタというか、その、パパドン・プリーチ。ちょっと、その人はどう違う違う。違うって、あの人はもっと有名な、本当に。ローリングストーンズは、あの、なんやったっけ、ほら、もう、あの、ほんま、そんぐらい有名な人。レッド・ホット・チリ・ペッパーズですか。いや、違う違う、もっと、その、創始者。ロック歌手。ピン。こういう、なんか、こういうロックのポーズはあんねんけど、なんか。そうそうそう、あの、もう伝説伝説のもうデレ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 みたいな歌ってる人や。聞いてる人にはもう答え出てて、もうなんで出てこへんのにって人がいっぱいおるかもしれんぐらいな。最悪ここ全部切るんで大丈夫です。いやもうここをもう流してほしい。まんま流してまんま流してくれても構わない。ドキュメンタリーやこれは。あれ何やった。うわ出てけへん、マジで出てけへん。リチャード・ギアって出てきますね。リチャード・ギアも俳優やもんね。そう。あれ、モックンがそこの墓まで行ってん。あ、マジで？でもこれね、すごいな。インターネットで検索しては全く出えへんな。ニューオーリンズ、ロック&ブルースの。ニューオーリンズ？多分ニューオーリンズか、出身やったんちゃうかな、あの人。っていうかタイガさん調べたら一発じゃん。そう、タイガさんやねん。タイガさんか錦巻さんか。タイガさんが意識してんもんな。そうそう、もうその辺の人らはその流れやねん、ほんまにその。あれ何やった、あの、超伝説よ。あ、ほんまに。ニューオーリンズやったでもブルース・スプリングスティン出てくるわ。ちょっと待ってよ、あれ消されたあれこんな出えへんもんな。いや、ほんまブルース・スプリングスティーンとかのブルース歌ってる人らばっかり出てくる。ミッキー・ローク。あ、わかったわかった。あれっす。わかりました。有名で昔のロックスターで、完全にわかりました。全然わかった。エルヴィス・プレスリーですよね。あ、エルヴィス・プレスリー。エルヴィス・プレスリーが出えへんっていう、このね。ね、これを。10分ぐらいかかって、エルヴィス出るまで。エルヴィスや。で、シンさん、これを踏まえて、エルヴィス・プレスリーを踏まえて、はい、アインのモデルは誰でした？リチャード・ギアって書いてある。絶対エルヴィスやろ。エルヴィスや。わー、すっきりした。エルヴィス・プレスリーでした。ねえ。全いや、でもほんまに、あ、いやいやいや、でも、エルヴィス、アインの、あの、うん、モデルはあのエルビスみたいな人も言ってる人もいますがって言って、ほうシルベスタスタロンって言って人出てきたで。だからさ、要はアメリカ人、屈強なアメリカ人なんですね。がたいアメリカ人なんですね。はい、いやいや、俺はああ好きした。僕は大丈夫。何かよかった。あなたは何かあります？なんかみんな疲れてるな。いや疲れた。今も結構力絞ったよ。ね、よかった、あのね、楽しかった。はい。あのバイト先にあの新しい新入社員が来たじゃないですか。あのドキュンの。あの腕まくってる、こいつか。はい。あいつ、本間春太なんかさ、はい。なんかね、僕が出勤したらそいつが厨房にいてね。お。おはようございますって言ったら、うっすみたいな。おてか、おはようって言われへんねやと思って、はい、おはようございますっていう挨拶もできへんねや、こいつと思って、その、はい、あるやん。そういう挨拶って決まってるやん、そんな会社で。うっすみたいな言われて。で、あのさ、はい、肉がないからさ、パン粉漬けできてねえんだよねって言われて。なんか、喋り方が、うん、いや、はい、年下やな、確か。圧倒的な年下。なんでタメ語で来るんかがまず腹立つけどな。だから社員やからってことでしょ、自分が。そんなん、めちゃくちゃ
なんかレベル低いやつじゃないそんな。だからレベル低いよ喋ってて。なんでなんかあの。で今日の夜届くんだよっつって、あ今日の発、うん、あもう全部やるからさ夜は僕は一人で配送とか、うん、だからさ本当マジで頼んだぜって言われて、は？マジでさ明日朝俺なんだよ、本当パン粉漬けしといて、うん、もうあれとあの肉と 90g の肉と 70g の肉だけでいいからそれ以外もう全部やってるからさ、もう他にやらなくていいようにしてっからもうそれだけに本当集中して、うん、なっつってパーンっつって肩たたいてきてんこれマジだぜとか言って。ちょお前何なんと思うんで、それってさまあまあ仲いいやつのさ挨拶やん。いやそうやで、それサッカーちゃん、そうサッカー最後ポンポンってやってさ次行こうぜみたいな、春経ったからさはいはいっつってもう、うん、とっとと帰れと思って、うん、そしたらそいつ背中向けたらこう背中後ろからポンポンってまた肩やって、うん、じゃあよろしくっつって、うん、で朝むちゃくちゃ忙しかったん次の日の、うん、シャレなら、はいはいはい、うん、であの今あのまたコロナの感染者が増えてきてるからさ東京、はいはいそうですね、うちの店あのもう炊いたご飯が店の真ん中にあって勝手にみんなが開けておかわりするシステム、はいはいはい、それ密ができちゃう可能性もあるってことで、はいはいはい、まあ、撤去して店員呼んで あの大盛りでとかおかわりっつってそれを店員が言うってやってんねんけど、はい、それ今だから僕が全部やってるわけね、はいはい、そう料理作って提供も行ってで、うん、おかわり呼ばれたら取りに行ってやってるからむちゃくちゃ忙しい、うん、はい、で そいつは朝来てさ終わったって言われて、おいやまずおはようございますやろと思って、そうやね、うん、で今ちょっとこれやってるんでみたいな、その 90g と 70g つけてくれって言われてんけど 90g はもう気合で終わらしてん、うん、もうほんまにで、あと 70g 今やってますって、90はって言われて、90はなんとか終わらしましたって言ったら、よくやったって言われて。むっちゃこいつほんま上からな、上からやなと思ってさ。うん。いや、忙しかっただろう。しんどかっただろう。とか言われて。あ、はい。ご飯のおかわりとか結構つれえだろう。はい。まあ、以前あの、なんか、第1波来た時にも同じような。まあ、なんかやってたからね。やってたからさ、別にもう一回やってるだけやから、こっちとしては。まあ、別にな。はい、お上がっていいぞみたいな、上がっていいよ腹立つなと、ほんでこいつなんか朝ので売り上げとか見てへんから、そいつ、ああ忙しかったかどうかも知らんねん、ああほんまにできてかできてないかだけしか見えへんのよ、はいはいはい、でねつい先ほどなんですけど僕あの6時上がりでね今日朝の、ああ、はいはい、いつも8時までやねんけど、で6時からオープンで6時8時がもうむちゃくちゃ忙しい、はい、だから6時にそいつ来てん、店長やったのに、風大さんやったのにシフト見たら、おお、そいつが来た、嫌がってそいつ行かしてん、おそらく、おお、そしたらもうちょっとだけ不機嫌、うん、なんかなんでこんな時間、まあまあ、6時出勤なんかありえへんやろみたいな、まあまあまあね、何6時に帰んのって言われて、おお、いやお前シフト見てだからお前が6時に来たんやろって話やん、いちいち聞いてくんなと、おで初めて朝入ってんやろな、そいつ多分3月ぐらいに入社してるから、お3月か1月とか入社してるか結構もう半年経ってるのにまだ朝を経験しないというこのダサドキュンできて、なんか入ってきた時厨房入もうむっちゃピカピカにしてんで、入ってきた時にもうマジで意味わからんかったんが、くせっっやっぱ朝って臭いんだって言って意味わからんくない、やっぱ朝って臭いんだ、え厨房がどういう意味それと思って、で大根おろしがなかったからさ、大根おろしをそ厨房でやってこして入れたばっかやから大根の匂いがしてたのよ、まあそんな別にそれをさくせっで、え何なんでこんな朝臭いのって言うから、朝臭いとかじゃないやんって話で、いや、まあね、大根おろし今入れ替えたからじゃないんすかっつったら、あみたいになってあやねんと思って、でどう朝やばい、朝やばいのつって、うん、あまあ6時から7時まで何もできないっすよ忙しくてつって、まあ、こっちからしたらお前経験してみろって感じやから、まあそうやな、ご飯とかやばいっしょ、足りるいや足りへんかったら竹やって話よ、もうパンパンにやってんのに、まあ、そうや、うん、でなんか聞いてくね、これ何キロ入ってんの今、これ何キロ
で、大体2袋、2キロを2袋入れて、だ4キロ、4キロ炊くねん。4キロ、はいはい。でも明らか4キロ以上俺入れてん。うん。その、あの、多めに炊いてね。はいはいはい。忙しいからね。うん。これ1回だけじゃないよね。これ1個半ぐらいあるよね。あ、は、はい。よし。なんか喜んでんねん。だったらいけるみたいな。うん。で、朝とかさ、いっぱい酒飲む人来る？いや、来ないっすね。そっか。やべえな。マジでやべえな。俺、行けっかとか言ってね。行けっかじゃなくて、いいやん。そいつ、なんやねん、そいつ。ほんで、オープンして、いつもさ、だいたい僕の時さ、オープンしたら、うわ、なだれ込んでくるけど、今回おらんくて、たぶん今日むっちゃ暇やってん。ああ、はいはいはい。やのにさ、なんかもう、そわ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 してんねん。で、3人ぐらい入ってきたら、もう不機嫌。最後目の前にさ、じゃあお先失礼しますって言ったのに、こっちの目見て無視しやがって。無視あの芝居いかんぞ。もう不機嫌になってんねん。なんだからもう、今度から60上がりしまくったろかな思って。そいつ地獄見したろと思って。そいつ。なんなんそいつ。ちょっと嫌やろうけど、一回そいつと仲良くなってみてよ。いや、ちょっときついっすね、マジで。ねえ、今こういう時期やから飲みに行くとかあかんかもしれんから、コンビの前で距離取って発泡酒とか。いやいややわー。じゃ目怖いねん、なんか目黒いねん、真っ暗いねん、なんかその周りが、目の周りが3年ぐらい寝てへんやつの目やねん、あれ目の周りが怖いねん、あいつマジで。グリーンデーのボーカルみたいにこうメイクでしてるんじゃなく、いや、そうやん、でもあんな目やねん、怖いねんあいつマジで。それはもうなんか乗っ取られてんじゃん、悪魔に。てんのかな。うん、悪魔に。あ、もう汚い汚いクロックスでくんねん。風大さんとかみんなスーツ着てさ、ちゃんとその会社の、まあ、一応社員やからな。会社のバッジつけてくるってか、それがルールやね。うん、ああ、そうかそうかそう、そういうもんか。やってんのにさ、なんか T シャツ1枚とさ、手ぶらでさ、ジーパン、ボロボロのジーパンとクロックスで着てさ。雨の日も傘ささんと来るしさ、あいつ何やねん。それは汚いの。変なやつやな、それは。変やわ、あいつ。いやー、嫌なやつですな。ええ。だから、なんかね。まあ、といった感じで、僕はね、今後もね、あのそのドキュンをね、あの密着していきますんで。いやー、頼ます、ドキュンが新しい。ね、ドキュン、風大、あの、寿司屋。何やったっけ。寿司三昧。寿司三昧。いっぱいいますね。寿司三昧は、でもね、もう、多分追放されたな。あ。メドローは、メドローは。な、それあれやんな。言うな。あ、そうそう、豊かです。寿司三昧、いや、言うてんのに、こっちは。消しといてください。そうそう、もうみんな、なんで俺を暴くねん。そう、この前、たまたま見たから、ここやと思って。ね、といった感じでね。はい。まあ、またこれからも、いろんな情報をね、皆さんにお届けできればなと思います。そうですね。はい。そうですね。ということで。はい。はい。ヤロさん。はい。今日からちょっと新しいの始まるんちゃいまっか。はい。始まります。今日から新コーナーですね。プチペチのメールに続き。じゃあ、太郎さん。はい。お願いします。はい。喧嘩ラジオ10か条。よいしょ。はい。でんでれでんでれでん。喧嘩ラジオ10か条とは、要するに、毒人間、はい、足立たる者というね。そうですね、こうあるべきだと。こうあるべき。はい。というのをね、ちょっとやってみましょう。10個決めるまでやるというコーナーですね。はい。10個決めるまで永遠続くんですね。これね、ツイッターでね、毒人間足立の方がツイートしてくれてて、むちゃくちゃいいの見っけたんですよ。はい、なんですか？喧嘩ラジオ10か条が決まったら、はい、10か条を全部書いた T シャツを作ってくれと。ああ、いいですね。これ、むっちゃよくないですか？例えばね、前の T シャツの、あの、この胸の部分、うん、フロント部分に、喧嘩ラジオとか書いてて、で、背中にバックプリントで10か条書いてるみたい。はい、ああ、いいですね。ああ、いいじゃないですか。寿司三昧とは、デブであるとかね。まあ、ちょっと、デブやない。寿司三昧とは、トングを使う。いや、もうええって、しずすすべでキャベツを握るとかね。もうええ。邪魔やん、今思ったら。トング使えや。トング使え、寿司三昧10か条ですね。そうやね。10か条か、これ。しかもそれそうなったら変やし、そうなったら変だし。ドキュンハゲ社員10か条とか やっちゃう。いや、ええねんええねん。雨の日は傘持たずって。
そういうことです。クロックスは靴下、ハイソックスを履いてからクロックスを履くべし。いいじゃないですか。まあでも、いや、いいね、いいね、東京10カ所。ごめんなさい。じゃあね、早速、ね、はい、今回、まあ、第1回目なんでね。これ決めるのは誰が、ケンカラジオ10カ所が。お二人で。お二人で、そうだ、あ、オッケー、わかりました。はい、まあ、僕とシンさんで決めるから、太郎さんは黙っといて。太郎芋は太郎芋は太郎芋は、うん、太郎芋栽培しといて。太郎芋栽培しとく熱い、熱い、あの、熱い気候のとこ行って、熱い国で太郎芋栽培しといて。そう、太郎芋栽培しときます。なくても育つらしいから。うん、すごいよ、ね。スーパー保存食やから。じゃあ、早速行きましょう。はい。すごいですね。僕らも初めてなんで、ちょっとワクワクしますね。はい。いや、一つ目いきます。はい。一つ目です。ケンカラジオネーム、はい、ふわふわのパンケーキさん。あ、ふわパンさん、います。6人間足立たる者、はい、ロックキッズの食材を背負い、コンビニ店員には感謝と愛を持って接するべし。お、まだ続きますから。6人間足立たる者、はい、大きめのほくろに長めの毛が生えているべし。6人間足立たる者、はい、体から出たカスクソ系は必ず匂いを嗅ぐべし。6人間足立たる者、はい、外吉に遭遇したらザ・オノだと思え。おー、ね、4つ送ってくれてます。おー、どう、これは、まあ、ね、ね、いいですね。こっから1つ選ぶかもしらんし、選ばないかもしれない。まあ、じゃあ早速、じゃあこれ1通目ちょっと、僕は外吉を見たらザ・オノと思うべしに100票ですね。やらんよ、そんな。やらんやらん。100票ですね。0票。マイナス90票。それに。マイナス90票。こんなん採用するわけない。はい。あ？ふわパンよ。はい。こんなん採用するわけない。思ってますよ。え？はい。ただね、体から出たカスクソ系は必ず匂いを嗅ぐべしていいっすね。これ僕好きですね、まあまあ。まあまあ、あなたは匂い嗅ぐからな。僕絶対嗅ぐんで、僕匂いフェチなんで、ね、嗅がしてくるし。犬の糞とか昔匂ってたからな。めっちゃ臭いで、あれほんま。すごいわ。ね、大きめの袋に長めの毛が生えているべし。まあ、なんかギャグ漫画でありそうな。どうする？ロックキッズの食材を背負い、コンビニ店員には感謝と愛を持って接するべしって、これどう？却下。却下？やめ。ゆるさん、もうだって、え、はい、え、あ、何だって、だって何、コンビニ店員の方に感謝と愛を持って接するなんか言うことじゃないもん。当たり前のことなんです。うわ。サードアイア。そうです。サードさん。サードさん。サドイモさん。サドイモさん。そうそう、サドイモさん。サドイモさん。何が誰かも分かる。まあ、でも、かすなやついいかもしれないですね、じゃあ。ねえ。じゃあ、ケーキいいんでね、一発目なんで。ちょっと一発目やから、こっから一個取っときたいですね。ね。はい。いや、ゆるゆるすぎる、甘々すぎる、そんなことはない。うん、いやでも、お二人が。ね。じゃあ、わかった。まずじゃあ、第10か条その1、決まりました。はい。体から出たカスクソ系は必ず匂いを嗅ぐべし。はい。これ絶対。はい、これ僕はやってますけど、太郎さんやってる？ちゃんと。いや、お、あ、まあちょっとこれ気持ち悪い話になるから、気持ち悪い方はメドローはしてくださいね。せえへんよ、あ、言って。まあって、結構汗かいた日に、うん、お風呂入る前におトイレ行って、うん、おちんちん触って、ちょっとカスっぽいのついてる、ちょっと匂ったりします。あ、だからこれ、うん、いいですよ、それで。うん、これちょっとメドラーしといて。いや、なんでや、メドラーするほどのことでもないやろ。ごめん、気持ち悪かったな、ごめん。模範解答ちゃうのそれ。臭いねん、ほんで。いや、臭いがあってほしいわ。いい匂いなわけないからな。臭いのよな、今度シャメ取るわ。いや、シャメはいらんねん。送ってくんなよ。さあ、ということでね、ふわふわのパンケーキさん、ありがとうございました。ありがとうございます。よっしゃ、決まりましたよ。はい、あと9個なんすな。続いていきましょう。はい。ケンカラジオネーム、はい、JP さん。
あ、GP さん、ありがとうございます。はい、毒人間、足立たる者、脳域を習得せよ。脳域がまだ何か。毒人間、足立たる者、はい、西成を愛せ。ああ、ね。2つ来ております。はい。その2つですか。はい。はい、ダメです、2つとも。そうですね。T シャツにするって考えたらね、T シャツにしような。はい、はい、T シャツにしましょう。T シャツにしましょうね、じゃあ。はい。って考えた場合、やっぱ脳域って書く。脳域ちょっと書けなくないですか。脳域を。脳域って説明してくれもらってないよね、まだ。そう、まだね。まあ、脳域の説明もらってないよね。はい、まあ、今日もしかしたらあるんかも。どうなんか分かんないですけど。ちょっとまだ未知すぎるんで、これちょっと入れれない。ちょっと保留、ちょっと保留で。あと、西成を愛せってね、あの、はい、JP だけですからね、西成愛せって。東京の方々も多いんで、関東の方も多い。僕ら愛し、まあ、太郎さんはもともと西成出身ですもんね。西成出身じゃないよ、僕は。JP の世界では。違います、JP の世界観ではね。JP の世界線では。違います、僕は。僕は違います。はい。ということでね。JP さん、残念でございました。まあ、もし脳域が意味を分かっていたら僕らがね、はい、まあちょっと理解してないんで、で多分、でも多分いい意味じゃないと思うんで、絶対、まあ、サイエントリーでサイエントリーですね、はい、サイエントリーの際も1000円お願いします。はい、すいません、お願いします。 M1 と同じルールでいきましょう。さあ、続いていきましょう。喧嘩ラジオネーム、はい、やすめぐさん、あれだ、これ1個だけ来てます。はい、1個だけ。はい、毒人間、足立たる者、困ってる人には手を差し伸べよう。さあ、これはちょっとまあいいとこつくな。T シャツに書くって考えたらね、うん、こういういいのも1個や2個あってね。だってその上がだってクソみたいなこと書いてるんですから、体からのね。そうやな、 T シャツに書く。しかもこの手のパターンのあれが増える前にこれは取っといた方がいい。そうやな。こればっか次回とかなったらね。そうだったらあれやからね。なぜ次回の話を今してるのかと言われると、はい、あのそうですよ。6通しか来てないですからね。だからね、10箇所行かないんですよ。早く決めないと怖いっていうのがあるんで、ちょっと、はい、はい、ちょっと不人気。この6通全部採用しても6箇所までしか行かないんでね。はい。ええ、そうなんでございます。これはここらで入れときましょうか、2か条目に。そうですね、早いけど。困ってる人には手を差し伸びよう。これいいことですよ。はい。いや、ほんまにそうです。自分で言うことじゃないですけど、はい。僕、駅とかで、あの、赤い、あの、何、マークついた、あの、棒とか持って歩いてる方いらっしゃるとか、目がちょっと見えない。はいはい。はい、助けてあげますからね。はい。いいですね。素晴らしい、そういう行為を皆さんがで、まあ、恥ずかしくてできないっていう人を中できるというのは素晴らしいことです。これちなみになんでできたかっていうとね、はい、その時はまだ1年ぐらい前やったかな。はい、マスクつけたからなんですよね。ああ、まあ、マスクつけると勇気が出る。よかった。オンドレアとかも言えんねん、マスクつけたら。ええことや。あ、ええことですよ。だから、これは入れましょう。ダメー。なんでなん。ダメなの、これ。ダメなの。ダメ。ダメですか。いや、そう、オッケー、オッケー。ダメですか。めっちゃ太郎さんが、え、マジでこいつダメにすんのっていう顔で、こうやって震えてきた。オッケーです。入れましょう。よし、終わった。これは、またです。お互い意見しましたね。困っている人に手を差し伸べるということは、はい。それはしましょう、本当に。毒人間としてか、もう毒人間足立として必ずやるべきことです。そうですね。だから道端でね、あの段ボール敷いてね、寝てる汚い人を見つけたら手を差し伸びてあげてください。で、飯おごってあげてください。そうっすね。ね、そうっすね。一緒にお風呂とかも行ってあげて。ああ、そうっすね。ね。あ、なんやねんお前。あ、いや、ちょっと、まあそうっすね、やりましょう。段ボールで敷いてる人おったら、はい、すいません。すいません。君のことやで。じゃあ、タロイモのことですか。サドイモのことですよ。サドイモ。さ、ヤスメグリズムさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。二つ決まりました。さあ、続いていきましょう。喧嘩ラジオネーム、はい、キルチ&モーファンクルさん。おう、キルモーちゃん、ありがとう。六人間、足立たる者、
ご飯をいっぱい食べてうんちをいっぱい出すべし。これは、いいね、ストレートで。ストレートでいいね。いっぱい食べていっぱい、だって食べた分そのままやっぱ食べた分は全部うんちにしないと。そうですね。食べた分の4分の3しかうんちとして出てなかったら4分の1どこ行ったのって不安になることないですか？食べた分は食べた分全部うんこになってくれないと困るよ。はい、まあ、はい、栄養素とかになってるんじゃないですか。昔よく言ってたでしょ、はい、うんこ我慢しまくったらうんこがちょっとずつ気体になって毛穴から出ていくみたいな都市伝説あったでしょ。ないんですけど、まあはい。貴様ら俺審査にも言ってるからな。ないですけど。まあまあうんこ溜まってるのは悪い、カスが溜まってるってことですもんね、栄養素取れたですよ。さあこれどうしましょうか。これはどうしましょうかね。すごいペースで決まっていってますけどね。え、僕はね、はい、このキルちゃんのモンハンクル今回送ってくれたもん、はい、文言、文言、はい、ダメですね。あ、ちょっとストレートすぎましたか。はい、6人間足立だけじゃないもん、これ高校球児もやるから。ああ、そうっすね。高校球児もラガーマンもみんなご飯いっぱい食べてうんちいっぱい出すから。まあそうっすね、うん、そうっすか、そうやな。6人間足立でも食べない人いるからね。ギャルソネもそうやもんね、いっぱい食べていっぱい出す。ギャルソネ、ギャルソネすぐ出すらしいからな、ほんまにね。うん、だから大きめの服着てんねん。あ、そうなんですね。そうなんですよ。ということで、キルちゃんとモンハンクルさん、残念でございました。すいません。また送ってください。またあの再エントリーお願いします。再エントリーお願いします。さあ、続いていきましょう。喧嘩ラジオネーム、ファンファン。はい。来た。これはいいぞ。これ、どんな文化わかんないぞ。はい。毒人間たるもの、卵アレルギーでもオムライス食べるし、ふわとろオムライスより昔ながらの片ケチャップオムライスの方が好きなマツコデラックスより、下半身ジーパン上半身浴衣で夏祭り練り歩く熟女図書館司書の方が好きだ。ちょっとね、なんか一文がいいんすよ ね。でこれ多分これもこれファンファンのことですからね。ファンファンたるものですからね。はい、自分のことなんで、これはちょっとごめんね。だって最後もね、熟女図書館司書の方が好きだって言ってるからね。そうやね、自分の。そうです ね、うん。ファンファンとシーチキン佐野さんのことでしょ、これは。熟女図書館司書、ね、司書が好きなのね、多分。で、これだから、これはファンファン T シャツ作っていただいて。まあ、それはもちろん T シャツ、うん、フロントの、じゃあ、ね、デザインをこのファンファンって書いてね、でバックプリントでこの卵アレルギーでもオムライス食べるしみたいなことを縦書きでじゃあ書いてもらったら、はい、で一応下に額付けの船引きって書いたらいいんじゃないですか。ファン、いや、いいじゃないですか。ね、でいいでしょう、ね、それで、ね、いいでしょうということで、ファンファンさんはファンファンさんでいいでしょうということで、そう、ね、でも再エントリーお待ちしてますんでね。お待ち、再エントリーお待ちしますんで。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、悲しきかな、ラストです。早いですね、やはりね。早いです。ね、もうこれ、場合によっては辞書に全部決めなあかん流れになる可能性もある。ね、怖いです。そしたら。いや、まあ、今までのプチピストンがすごい数送ってくれてただけなんで、多分。あ、はい、あれが異常な事態だったと。ね、今回、異常事態宣言、はい、異常事態宣言出てましたからね、あの時ね、はい。そうですね。送ってきていただいてありがたいんで。ぜひぜひ、はい、さあ、また最後です。はい、件名あ、件名がトンカン警報。ごめんなさい、毒人間アタチ、喧嘩ラジオネームがトンカン警報さんですね。はい、なんか件名トンカン警報なんか変なあるね、はい、警報鳴ってるみたいな、面白いですね。トンカン警報ね。そう、じゃあいきましょう。はい、毒人間アタチたるもの、はい、デリヘル嬢に対してプレイ料金を支払うだけでなく、甘いものなどの差し入れをスマートに行い、プレイ中はお互いに野獣のごとく息狂い。
ジョーの写メ日記でいっぱい褒めてもらえるような紳士であれ。これだからこれお前や。そうやね。トンカン警報。トンカン警報たるものでしょこれ。ねえ。それだけですか？甘いものなどの差し入れをスマートに行い。あんたこの間もなんか電車で陰キャラにまた来たでしょ。大事だね。もうちょっとね分かってきたんですよ。はい、トンカン警報さんはね、はい、その月の最終金曜日あれ狂ってますね。あれ狂ってます ね, ねプレミアムフライデーだけあれ狂ってますね完全に。なんか嫌なことが ね, ねそれだけですか？これだけです。これだけですでもないけどね、これだけ書いてくれてるからねこの 4行、はい、だからこれは毒人間あだしたるものではなく、トンカン警報たるものというだけなんで ね,、はい、ね, そうですね、ということなのでね、フロントの、プリントはトンカン警報、そしてバックプリントにデリヘル嬢に対してプレイ料金を支払うだけでなくとこう縦書きして T シャツ作ってください、はい、ということですね。で、額付けの船吹きって書いておいてください。書いていただいたら、オリジナル T シャツ完成ということでね。はい。ね。はい。OK、ね。まあまあ、2か条決まりましたね。決まりました。じゃあ、改めて発表させていただきます。はい。喧嘩ラジオ10か条、その1。はい。ででん、毒人間あだちたるもの、体から出たカスクソ系は必ず匂いを嗅ぐべし。オス。第2条、ででん、毒人間あだちたるもの、困ってる人には手を差し伸べよ。オス。以上の2つが本日決まりました。皆さん素晴らしい。このラジオを聞いた後即座に実践してください。なぜならあなたたちは毒人間足立なのだから。はい。では皆さん、また次回の喧嘩ラジオ10か条でお会いしましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。喧嘩ラジオではコーナーメールも募集しています。アドレスは喧嘩ラジオ@gmail.com、喧嘩ラジオ@gmail.com、件名に10か条でお願いします。皆様のメールお待ちしてます。ロシア人キックボクサーたるもの、相手のローキックを膝で受けておるべし。お、そう、すごい、それ実話はあったんですか？これニコラス・ペタス選手がね、無名のロシア人と K-1 で戦ってね、はい、極真空手の全力の下段蹴りをね、はい、それロシア人が膝で受けたらパキッつって、ああ有名なやつ、関節もないとこで足変な方向曲がって折れた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 って折れたってニコラス・ペタスむっちゃ有名なやつだよね。はい。あ、でもこれ格闘技の基本ですからね、膝で受けるっていうのは、はい、これ空手でもやるからね。はい、覚えておいてください。あ、はい、わかりました、覚えておきます。すまない。大丈夫ですか？ちなみにこれでも狙いに行ったらむずいのよ、はい、膝で受けに、こう、ちょ、ごめん、もうええよ。ごめん、もうええ、もう。ごめん、ごめん、ごめん。そこまでのええっすわ。びっくりした。最悪や、びっくりした。最悪です。ね、最悪です。ちなみに、うちのインディーズ兄弟がね、喧嘩でね、長男 VS、三男。ほんま、身内でしか喧嘩したことないやろ、絶対。この兄弟は。これ、ちなみに僕は参加してないです。僕はこれ見てたんですけど、何が3回みたいなんで、三男がシュッシュッ、はい、プロレス好きやがシュッシュッシュッ、まあ、プロレスごっこしてたんですね、結構ハードめの、はい、シュッってこう長男にミドルキック、橋本真也張りのミドルキック放ったら、はい、兄が、長男が普通に膝で受けてコンってなって、はい、何も言わんと倒れてたわ三男。で、何も言わんかった。痛すぎて泣いてたわ。何なんですか、インディーズ兄弟。それまで、行くぞ、この野郎とか言ってプロレスやったのに、ヒュヒュヒュ、コン。で、兄も無言で2回上がっていったわ。俺はずっと見てた、それ。インディーズ兄弟は絶対他流試合したことないでしょ。ちょっと待ってください。絶対今回不出やん。そのインディーズ兄弟はほんまにね、あれよ。道場破りをしろっていうのがやっぱ教えやから。誰の教えやねん。もう他流他流他流いや、だから誰の教え、嘘つけ。
対その3人だけやん。いやいや違う違う、もうみんなそれぞれがもう出稽古ばっか言ってたよ毎日。で勉強もせんと出稽古出稽古の毎日よ。いつもだから道着をこう持ってさ、右肩で。じゃあそういうパターンちゃう。いやあの日に戻れたらまたちょっとさらに強くなれるな。いいねいいね、お兄ちゃんがブルーハーツにハマってもう他流試合なくなったやろ。ブルーハーツにハマってからの方が他流試合行っとんな。なんでやねんな、もうそれ中学生やろ。中学生が他流試合ってか他流試合行ってへんやん。いや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 、うるさいな。今から始まるぞ、喧嘩ラジオメールが。オッケーオッケー。では喧嘩ラジオメールのお時間でございます。さあ来ました、アツオ。何のまでですか。アツオです。はアツオやん。何のですか。え、あのソフトバンクの選手が打った後、はい、アツオって言うやん。ちょっと野球詳しくないんす。アツオリレーやったでしょ、ね、確か虹の野沢さんまで行ってたでしょ、アツオ。まさかの確か野球選手から芸人に確かアツオ行ったでしょ。ああ、なんか野沢さんが言ってたかも。言ってはったでしょ。あの全てを俺が止めてしまったっていうやつかもしれない。そう俺が全ての全てを止めた。俺が止めたやつかもしれん、もしかしたら。そう、太郎さんが無視したってやつです。わかりました、任せてくださいって。あの話あった上でアツオやっても何それって言った。あんたも一生アツオと関わったらあかんからな。お前やね、すいません、はい、気をつけます。さあ行きましょう、1つ目です。はい、件名、このメールはイーモン博士風にお読みください。イーモン博士、ですね、僕がやってます、あのゲーム実況、ああはいはい、そういうチャンネルであのジョイミカファイトというゲームやってまして、はいはいはい、そこであのイーモン博士っていう、要するにイー博士ですね。あ、はいはいはい、ワルナッチ博士が敵でイーモン博士、はい、で、はいはいはい、イーモン博士の時だけ僕、はいはい、イーモン博士風に呼んでて、ワルナッチ博士はワルナッチ博士の声に変えて呼んでてね、はいはい、僕そういうキモいこともしてるんですよ。キモいですね、ちゃんとキモいですね。てか、はい、イーモン博士で呼んでくれるんですね。これ元ネタわからんっていう方はあのゲーム実況あのジョイメーカーファイト見てください、聞いてください、ね、あ、いいですね、こうやってつながるというね。じゃあいきますね。はい、イーモン博士。太郎よ、わしの名はペニクリ博士、またの名をコントの神ペニクリ大名人である。あ、ペニクリ大名人さん、どうも。これはこの度のキングオブコント2回戦の手応えはどうじゃった。あ、いやいや、なんとも、それはもういい感じじゃったか。いや、わかんないですね。例年のような感じになる嫌な予感がしておるのかの。いやいやいや、そんな太郎には人生観が変わる上新たなる世界への扉を開く方法を授けて信ぜようぞ。おお、ありがとうございます。はい、その技の名は、脳域と呼ばれるものじゃ。あ、出た。まず、太郎以外のものも聞いておるので、分かりやすく説明するとじゃな。はい。普通人間が性的な快感を得るためにはどうするのじゃ。太郎、例を答えてみるのじゃ。はい、まあ、太郎の回答。ああ、そっちにあるんか。あ、言って。はい、まあ、性的欲求ですよね。はい。まあそれこそオナニーやらってことですか。まあセックスするとかそういうことですよね。まあ一般的に考えれば G 行為やセックスが挙げられるよの、ね、はい、まあそれしか、まあ、はい。じゃが太郎のことじゃ、多分血悪名ドライオーガズム ちょっと伝えて、知らん知らん、余計に話をややこしくしてしまったことじゃろうて。知らん知らん。まあ、はい、もっと分かりやすく説明するとじゃな、はい、脳域とはそれら太郎が答えた快感を得る方法を全て習得したものがたどり着くある種究極の快感を得る方法でもあるのじゃな。ほう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 。太郎が答えたであろう快感を得る方法も十分に波のエクスタシーの数倍から数十倍の快感を得ることはできるが、はい、そのためには準備が必要であったり何かと専用の道具も必要になったりと面倒なことも多いの。ほうほうほう。その分得られる快楽は強大であり、その味を知っている者からすればそのような準備など朝飯前じゃとは思うが、その点わしの教える脳域は場所も時間も選ばんし
道具もこれといって揃える必要はない。なんなら習得さえすればキングオブコントのコント実演中にだって快楽を得てしまうことだってできるのじゃぞ。邪魔ですけどそれは。じゃがな、習得さえしてしまえばこっちのもんじゃと太郎のような脳みそがチンポで出来上がってる人間は安易に考えてしまいがちなのじゃが、それにはもちろんリスクも伴うのじゃな。ほうほうほう。例えばメス行きの場合は体力の限界まで快楽をむさぼり続けた挙句、前行きをすればそこで自らの手で快楽にストップをかけることが可能じゃが、脳行きの場合脳が快楽物質を出し続けているのでまともな判断ができずに、一度スイッチが入ってしまうと失神するまでそのものはその場でオーガズムの波に飲まれ続けてしまうのじゃある意味で麻薬のような効果を自らの手で直接的に生み出すような危険な技なのじゃが、太郎よ、ここまで聞いて、はい、なおまだわしから脳域の極意を伝授したいと思うか。引き返すなら今じゃぞ。いや、まあ、まあ、ちょっと教えてほしいですね。ご教授いただきたいです。太郎よ、はい、まあそんなに慌てなくてもよいわい、はい、太郎はすでに前行き後ろ行きメス行きケツ悪名ドライオーガズム、はい、オーガズムの五大悪名を習得しておるゆえに、いや知らないですよ、一個までの道は相当くはないじゃろうがの。一個も知らないですけど、はい、まあ一旦今週の講義はこの辺りで終えておこうかの。はい、それでは今週の質問じゃ。はい、現在東京のみならず全国的にコロナウイルス患者が爆発的に増加しておりますが、そうですね、お三方は体調など崩されたりはされていないでしょうか。はいはい、はいはいはい。最近20代前半の健康的な男性が胃腸炎を発症の後新型コロナウイルスに感染したことによる合併症を併発し、亡くなるという痛ましい事態が起こりましたので、ああ渦中の東京都埼玉県に住むお三方ももはや他人事ではありませんよ。まあ、千葉やけどな。千葉やねん。間違えねん。なあ。そして、太郎ちゃんに個人的質問。はい。コロナ禍でお弁当作りの労働とラジオ収録以外暇なはずの太郎ちゃん。はい。太郎のスピリチュアル講座動画はいつ上がるん？はい。また、画面右上をチラチラ見ながら、生き生きとスピリチュアルの話をする太郎ちゃんを見たいねん。太郎チャンネル開設宣言から結構経ったよ。はい。新立さんが吸っているタバコの銘柄を教えてください。はいはいはい。今週は長くなってしまって申し訳ない。いやいや、演歌ラジオネームペニクリ博士大名人改め JP でした。 JP やろな、以上というふうにね来ております。はい、イモ博士はすげえこんだけ喋るんですか。まあそうじゃの。普段はどうなんですか。ジョイメカファイトではロボットを戦闘用に改造するという外吉なことしかしておらんからペニクリみたいなもんじゃの。ペニクリっすね。ペニクリじゃ。ペニクリっすね、イモ博士は。ね、さあ、質問。明日あんたね、はい。まあ、脳域が、まあ、結局、長いこと聞いたけど、脳域が何なんか、ようピンとは来ないんですけど、一生言ってるってことですか。一生オーガニズムに。洗脳みたいな感じでしょ、言ってしまうと。ね、怖いですね。ねえ。ね、あと僕はねもう読みながらね、はい、全く頭に入ってなくてですね。なぜならというとね、はい、脳域と書いた後にね、はいはい、脳みそマークの絵文字がついてるんですよ。それが気になりすぎてね、はい、この真っ白い紙にピンク の脳みそマークが入ってるっていうだけで、ね、はい、なんか桜を見たようなあのような気持ちになってね。はい、いいじゃないですかね。ね、夏と言ってもね、はい、もう梅雨も明けましたしね。はい。じゃあ太郎さん。はい。チャンネルどうしますか。チャンネルちょっとね、あのね、いやまあまあどう、まあそうなんですよね。ちょっといろいろなんかね、ノートに書いたりはしてるんけど、いまいちこういいのがなんかいまいちなんかいい自分が納得できないんですよね、なんか。そんなもんじゃないんですかね、何でもいいんですかね。なんか何のこと言ってるの。何をグズ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 言ってるんですか。自分で撮ったりしてなんかやったりはしてるんですけど、なんかいまいちこうなんかこう来ないですよね、なんか。でもバイトとバイトだけじゃ暇でしょう。
まあ、暇にはないですけど。ラジオだけじゃ暇でしょ、だって。まあ、ランニングしたり筋トレばっかしてるんで。その間にやったらいいじゃないですか。今日も12キロ走ってきたんでね。アホやん。もう、俺なんかいつも、すごいもう、嫌な顔しながらゲーム実況してるで。なんかなんかね。感情殺して。ダルさんもやったら？ちょっとやってみますね、なんかね。うん、はい、みんなのそう、みんなの一回それで終わるな。ああ、なんかやってみますねっつって、もうやらないとやらないって言ってしまえば、いや、やるのはチャンネルはあるんですよ、誰にも触られへんように、誰にも覗かれへんように、誰も触らんし覗かんよ、ちゃんと僕一人が見れるチャンネルがあるんですよ、伝説の。それなんやねちゃんと何も上がってないんでしょ、その自分がちゃんとそのいろいろ管理できるようなやつがあるんですけどね。ちょっとまあなんかあげますんで。これはじゃあ期待していいってことでいいですか？期待していいですよ。皆さんが望むものになるかは分かんないですけど。ちなみにいつ頃、なんとなくざっくりでいいんで、いつ頃上がりそうですか？秋？ちょっと待ってよ、太郎さん。10月？秋？あとな、あと暇でしょ。いやいや、皆さんから聞きましたよ。何ですか？小野太郎が言ってたで、はい、なんか小野ちゃんむっちゃネタ書いてくるんすよって笑顔で言ってたでお前も考えてええねんから俺アホの子みたい。いや、なんか小野ちゃんいっぱいネタ作ってくるんですよそれ聞いてリゴも喜んでた。いやいやっつって、あ、一緒やなこの人二人はまあ皆さん秋だということで、はい、まあ、大体10月とかからですか、ちょっとあのロンティーそろそろ着ようかなと思った頃ぐらいにあのスピリチュアル動画が上がると、はい、思います、ね、もう少々お待ちいただければね。そうなんですよ。あ、ちなみになんですが、ね、皆さん、あの焦らすのありなんで、催促しまくるっていうのはメールで焦らせれば焦るほど人間っていいものが できるパターンあるんで、多分太郎さんそっちなんではい、お願いします。はい、バットつけんなよ。いや、あげてから言え。バックすんなよ。シンさんが吸ってるタバコの銘柄教えてください。アイコスのヒートっていう、ヒーツかな。アイコスのヒート、ヒーツ、ヒーツ、はい、多分アイコスなんや。何それ。紙タバコは吸ってないの？紙タバコ。あ、紙タバコも外だと紙タバコ、メビウスの、あ、メビウスの輪ね。そうですね。まあまあ。メビウスの輪を知ってると。あれか、ニューガンダムのな。メビウスの8ミリのパープル、はい。メビウスの8ミリのパープルの輪を知ってると。はい。ニューガンダムのね。で、はい、何だっけ、アイコスが、ヒーツの、ヒーツも多分紫なんですよね、はい、パープルっていうのか、フレッシュパープル、フレッシュパープルの和ということでねを吸ってるということですね。吸ってるということですね。はいはいそれはまあ、それはそうだそれは俺は、まあ、分からん、吸わないんでね、ちょっと情報が僕らは分かんないんで、ね、そうなのよ。おっぱいは吸うんすけどね結構まあね、俺はちょっと甘噛みしちゃうかなオラついてるやん、どうしたん。いや別にオラついてないけど。お兄さんどうしたの、オラついてるやんさっきから。オラついてはない別に。どないしたんよ。ちなみに言わしてもらうで、うん、まだ1通目やからな。いやそうだよね、ごめんなさい。そういう感じですね。はい、またあのペニクリ大明神さん、また、はい、また、セビさん、また送ってください。お待ちしてますんで。はい、お願いします。ありがとうございます。さあ、続いていきましょう。はい。一名、夏のお便り。お、いいじゃないですか。いいですね。なんか涼しげな。はい。ね、もう夏も明け、ね、梅雨も明けて。入道雲、嘘みたいに白く、お、理科室を通り抜けるブラスバンドの演奏、お、バタフライの練習、お、ハキフライの匂い、でんでん虫の殻が壁に張り付いてる、カマメの鳴き声砂浜にこだまして、
受験勉強の手が止まる。お、草むらの匂いに誘われて、上路片手に校舎を飛び出す。お、というふうに来ておりますね。なんかいいですね。いや、すごい、なんか。お、これね、はい、縦読みしますとね、はい、乳輪バカデカ熟女というふうに読めます。何やねん、その。なんか、はい、芸能人のツイッターの隠してるサインみたいな。隠さんでよ、こんなサイン。何やねんそれ。幽霊バカデカ熟女、ね、好きな人は好きなんてね言ってるんですけどね、はい、なんかそれ聞こえてきそうな ね、 いいね、はい、どなたからですか。名前なしです。あ、はい、いいじゃないですか、ありがとうございます。なのであのまたあの送ってください、縦読み。はい、また縦読みで、ね、ニュー、はい、お待ちしてますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。アホです ね、 ね、さあ続いていきましょう。はい、お願いします。虹色ゆまくです。ああ、ゆまくさんどうも。ラジオ体操で反抗もらえなかった虹色ゆまくです。ああ、夜道で四足歩行の老婆に追いかけられた虹色ゆまくです。怖い。幽霊より人間が怖い、虹色ゆまくです。怖いですね。好きな武器は鎖鎌の虹色ゆまくです。禁じられた遊びをいやらしい映画だと思っていた虹色ゆまくです。人生のターニングポイントは大体寝過ごした虹色ゆまくです。25歳でカツアゲにあって全力で逃げた虹色ゆまくです。どう、逃げ足の速さに定評のある虹色ゆまくです。作家の新太さんを小説を書く人だと思っていた虹色。生駒山で野犬に襲われて死を覚悟した虹色ゆまくです。怖いね。一ターン貯めて次のターンで攻撃力が倍になる攻撃の利点を最近理解した虹色ゆまくです。キジの実連れて鬼ヶ島を攻める虹色ゆまくです。すごいね、冒険やね。卵豆腐のうまさに最近気づいた虹色ゆまくです。なにわのモーツァルトが木田太郎なら、ああ理論上ウィーンの木田太郎はモーツァルトではないかと考える虹色ゆまくです。理論上という言葉を使いたがる。もういいって、もう虹色ゆまくです。ちょっと もう今で半分ぐらいです。もういいってもう。好きなポケモンはブレッグルな虹色ゆまくです。はい、ミミロップは性的だと考える虹色ゆまくです。警察官4人に囲まれて職質された虹色ゆまくです。豚肉と牛肉の区別が最近つくようになった虹色ゆまくです。ニコロビンの花の実の能力は敵の体内に咲かして攻撃したらかなり強いと考えている虹色ゆまくです。アマプラで見たホローの地が面白すぎて Kindle で原作3部作を即買いした虹色ゆまくです。すごいて。サメが人間を食べる映画がやたら好きな虹色ゆまくです。大阪五大新地を制覇しようとして今里で挫折した虹色ゆまくです。なぜ虹色ゆまくという喧嘩ラジオネームをつけたかまるで思い出せない虹色ゆまくです。お、休みの日は15時間睡眠の虹色終わりちゃうの、終わりちゃうのゆまくです。昼間働いて夜も働いてそのまま朝から働く虹色ゆまくです。労働者やん。最近自分は何かの実験の被験者ではないかと考え始めた虹色ゆまくです。お風呂で寝て溺れ死に仕掛けた虹色ゆまくです。同僚が上司を殴るのを無言で動画撮影していた虹色ゆまくです。あかんよ。泣いたり笑ったりできなくなってきた虹色ゆまくです。お、以上、ニューイングランドの廃屋で発見された手記よりバスヤガシャ。怒ってますよ、小野くんの方から怒りましたね。珍しいね。だが怒るー。いや、ほんま、あかんで。ない。途中からもう、どん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 、程度下がっていってて。うん。ただね、これ横書きでバーって書いてくれてるんですけどね。おお、それをさっとこう横に向けたらね。お、
なんか棒グラフのなんかデータみたいに見えるっていうね。あ、じゃあ別に右のマークです。なんも別にあれはないやね。そういうメッセージではないんだ。はい、何のデータかも分かんないです。ただの虹色メールね。虹色メール、ね、はい、そうですね、5行でお願いします、次回から。そうですね、びっくりするぐらい長かった。はい、ありがとうございました。はい、さあ続いていきましょう。チンコへ。はい、チンコ、頭の毛が大丈夫？無事で本当によかった。でもそれによってサードアイが開き、はいはい、チンコもいよいよ覚醒するときみたいね。チンコつってるな。自己演出のためにスピを利用する悪徳商法から脱却し、本物のチンコに生まれ変わるときが来たのね。チンコつってんの、はい、チンコによるチンコのためのチンコからの卒業、本当におめでとう、はい、これからも天才小野さんと新立て毒人間私たちを大切に、チンコとして、はい、チンコらしく生きていってね。チンコ、私はあなたが倫理観から外れた発言をしたらすぐにまた現れるわ。はい、おんどれ、はい、唾飲むなよ。お、ありがとう、そしてさようなら。はい、チンコネーム、チンコマザーファッカー毒切り噴射丸の内オエル。ああ、チンコさん、すいません。これ労働者で、労働者のおじいさんがね、肩が中指、豪快な中指立てながら握り飯食ってる写真を載せていただきました。はい、丸の内さん、すいません。はい。キャップかぶってるんですけど、キャップのロゴが寺田って書いてますね。ローマ字で寺田って書いてますね。面白い。ね、何のメーカーかわからん。ね、僕だけかな、僕のことずっとチンコって言ってましたよね。太郎っつってました。太郎って言ったつもりで呼んでたけど、チンコって言われてるような気がしただけかもしれない。終始、ね、いやまあ終始気にしてただけじゃない。いやちょっとほら今ぐっと気温が上がったでしょ、梅雨明けたからね。はい、ああまあうん明けました、はい、まあ、カラッとしてるけど、その分やっぱ日差しがきついからちょっとやっぱぼーっとしてるのかもしれないな。そうっすよね、そうっすよね。人のことチンコなんかずっと言わないですよね。そうですね、ちょっとシンさんも太郎さんも、そして毒人間たちの方もちょっとぐーっと一回ちょっと伸びしましょうか、はい、ぐーっとね、これぐーっと一回伸びしましょう、はい、ね、ちょっとちょうど中間ぐらいで、ちょっとぐーっと伸びしてね、気持ちよし。じゃあ次のメールいきましょうか、チンコ。いや言うてるやん、チンコって。すいません、なあ、すいませんでした。言うといたろうか。なあ、はい、俺マンコやねん。うわぁ。何そのマンガ、ね、漫画みたいな。チンコマザーファッカードッキリ噴射丸の内オイルさんは、まあはい、今回一応さようならということで、また復活を楽しみにお待ちしております。もう来週復活でもありだと思ってます。はい。ぜひまたおめえめお願いします。ありがとうございました。はい、チンコも待ってます。マンコも待ってます。もしメールを送ってきてると思ったら、どっこします。寺田が寺田のね、中指じいさんが送っていたら嫌ですね。さあ、はい、続いていきましょう。はい、図書館でトートバッグに物干し竿を乗せて選んでる女の子に、運んでる女の子に、お、首長竜ですかから始まるナンパするおじさん。もう頭おかしいもん。女の子が顔背けてオレンジがかった髪が顔に蓋をしてポケモンみたいになった。ポケモンみたいになりました、はい、ポケモンみたいになってはった。ポケモンみたいになりました。何僕はスタンド式の姿見の角度を間違えすぎて30秒に一度倒してしまいます。お、夜その度に起きてしまいます。でもトータル8時間ちゃんと寝るので大丈夫です。はい、夜中の3時に450回目ぐらいの振動で起きてコンビニに行きました。ホワイトチョコレートの板チョコといちご甘酒と原田智代が表紙のリンネルと部活終わりのウィンドブレーカーみたいな味するタバコ買ってコンビニ前のベンチ座った。灰皿左のベンチ座ってアホみたいに板チョコ食べてアホみたいにいちご甘酒飲んでアホみたいにタバコ吸った。灰皿右のベンチで汚い黒ジャージに汚
汚い茶髪の20歳ぐらいの女の子がタバコ吸ってた。灰を足の親指の爪の先に塗って足ピンと伸ばして、ほぼキーホルダーの懐中電灯で照らしてコンビニの壁に止まってるガの方を見ていて、なんとなくガを足の親指の爪の先に集めたいのは分かった。はい。はい。その子の友達が車止めに腰掛けて猫背でカップラーメン食べてて、オレンジの髪が汁に浸かって首ブルってして水気飛ばしてたのがポケモンみたいになってました。ポケモンみたいになってはった。なってはった、はい、ポケモンみたいになってました。ました、はい、その子は綺麗なジーパンに綺麗な無地のシャツだった、はい、綺麗なオレンジの髪だった。あの子やん、綺麗なオレンジの髪の図書館に物干し竿を持ってくんな、図書館でナンパすんな。気づいたらその子の物干し竿を持って走ってた。一度も止まらず坂登ってコンビニで止まった。ゼーハー行ってたらあの子がスケボー乗ってすごいスピードで来た。お、すごいスピードすぎて坂もスケボーで登ったのかと思った。おい、その子はスケボーから降りてすぐにオレンジの髪を剥いだ。お、カツラだった。お、頭皮にまんべんなく白の絵の具塗ってた。近くに山がないと私正気保てないのとびっくりするぐらい大きい声で言って、びっくりするぐらい小さい声で虫を気持ち悪いと思ったことがないと言った。すごい小さい声で言ったのにちゃんと聞こえた。はい、ポケモンみたいな子でした。ファンファン、ファンファン、ズッキーニめっちゃ好きです。僕ズッキーニ好きですか、というふうにね。はいはいはい、夏の匂いがするようなね、はい、ね、すごい文章ですね。こう、いい詩でしたね、ポケモンも入れながらのね、分かりやすいようにしてくれて、これなんかね、ちょっとなんか想像できる景色というかね。今回は芸人さん聞かれてますけどね、登場人物は芸人さんなしで。ほんまやね、オレンジの髪っていうのが芸人さんか、実は。まあでも芸人さんなしのパターンでも試してみようっていう、こう新ネタなんじゃないですか、だからもブルゾンちえみさん。いや違う、別ブルーのチェミさんじゃないです。違う、はい、スケボーキング、スケボーキングとか言ってない、スケボーキング言ってないな。言ってないです、言ってないです、はい、大丈夫です。芸人じゃないし。僕の同期で芸人辞めたオレンジジャンプいじってる、オレンジって。大丈夫、違う。女性コンビのオレンジジャンプ。大丈夫です。はい。ベルメールさんの髪型してね。あ、してましたね。ベルメールさんって言ってたな。ベルメールさんって俺は陰で呼んでたから。ベルメールさんってな。あの、ワンピースのね、のじこたちを育てたな、ね、ナミのお母さん役、ね、やってた。海兵のね、いやそんなんいいんです。ズッキーニめっちゃ好きですということで、ね、ズッキーニ好きですかっていう。あ、僕好きですよ。僕ズッキーニがいまいちこうピンとこないというか、すまない、 あんまキュウリとナスの間ぐらい。あ、まあ、うん、嫌いとかではないと思います。伝わりやすいんちゃう、はい、嫌いとかではないと思います。あのね、普通にね、焼いてね、塩かけて食うだけですごく美味しいんですよ。そんな、そうですね、全然嫌いではない、狙って食べたことがないだけです、すいません。アプリカとかと一緒にね、こう炒めて食べたりすると、はい、美味しいんですよ。じゃあちょっと今度は実践してみようかな、ズッキーニ。僕もやんな。なんででしょうか。勝手にやんな。なんででしょうか。勝手にやれじゃない、勝手にやんな。キリンさん、ズッキーニ好きですか。あんま多分ちゃんと食べたことないかもしれないですね。え、そうよね。今のうちの場合先でズッキーニ食べれるんで、あのぜひよかったらまた、はい、ちっちゃい機会があればの店もね、ちょっと機会があれば、倍の値段で、倍の値段で売ってあげるんで、倍の値段で食べてください。機会はあるんやけど行きません。ね、倍から倍からということでね、機会はあるけど行きません。で、倍の値段で食え、倍から倍で食った後倍から倍からって言え、はい、半からでとか言え、うちカレー屋じゃない、はい、はい、それでいいわ、はい。あとはファンファンさん、お待ちしてますんで。まだお待ちします。夏に、あなたはね、きっと夏に強いはずだ。僕はそう思う。そうだね、うん。お待ちしております。夏の少年。ね。あ、いいね。ね、夏の少年。いいじゃないですか。少年の空っていうね、ジャパハリネットの歌聞いてみてください。あ、ちょ、まあ、じゃあ皆さん聞いて、ね。ね、今週は少年の空をね。夏の少年は、から始まるんでね。あ、いいね。さあ、続いていきましょう。エッサ、ホイッサ。
エッサホイサ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 おいエッサホイサ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 うーよしここまで来れば大丈夫か。どうした。銭湯で入浴中のロックキッズ太郎の服と財布を持ってきてやったぜ。喧嘩チームの皆さん3人に質問です。やめろや。今まででされてきつかった嫌がらせはありますか。俺やで。喧嘩ネームキルちゃんとモーファンクル。キルモちゃん PS 末広がりずさんが爆売れしビスブラが YTB 優勝、日射が準優勝、なんかマイルド軍団がエリート軍団みたいになってますね。流れに乗らな。はい。PS2、歌ネタをエントリーした、はい、というふうにね。これ、審査にも言われましたよ。歌ネタをエントリーしたって言われて。はい、僕が、せなあかんなあと2日ですよって言われてから、だいたい1週間ちょい経ちますかね。すいませんでした。はい。ジャパハリネットの歌を歌おうと思ったんですけど、ダメらしいですね。そうですね。ジャパニーネットの歌いけたらと思ったんやけど、完全ダメです。ありものダメって言われました、ね。ジャパニーネットしかないんですよ、今の僕には。あと、この世の光とともに眩しくしかなかったんで。ああ、ダメです、ダメです。あれも、元があるんで、ダメです。俺にはジャパニーネットしかないんです。飲まねえな。これ、ミスターサスケ山田さんですね。いや、俺にはサスケしかないんです。じゃあ優勝しろっていうね。復勝してから泣けっていうね。山田勝美ね、第2ステージで敗退してるのに泣くなっていうね。はい、すごいんですか、はい、ということですね、はい、されて嫌だったこと3人、我々3人にですね嫌がらせ、はいはいはい、じゃあ太郎さん何かありますか。されて嫌だった嫌がらせですか。はい、この前、シンさんにも言ったんですけど、ダブルアートの田口さん、僕ら仲いい大先輩。僕の同期ですね。はい。なんでか分からんけど、急に、あの人は昔尖って、今はなんか面白い、優しい人みたいな感じですけど、昔まだ超尖ってる感じの芸人。1、2年目すごかったよ。もう、すげえギンギンやって、その時に、なんでか知らんけど、僕が必要になんか、首絞められたり、ねえ。ベルトを巻きつけられたりしてて、はい。あと誰も見てんところで急に脱がされてバックされたんですけど、あがんわお前誰でもおもろないわってペーンって捨てられて、あんなレイプです。カーテンの裏で、はい、カーテンの裏であんなレイプですよ。みんなレイプにすなっていうね。それですよ、嫌がらせはされて嫌な。ねえ、しんさん何かありましたか。なんか親が会社からもらってくる三色ボールペンみたいなのを中学校の時とか使ってたんですけど、よく、うん、なんかそれをパクられ続けて嫌がらせっていうか、もうワンランク上やな。みたいなことや。パクられ続ける。いや、なんかもう本当にすごい数あるんで、すごい雑に扱ってたんですよ、そのペンを。したらなんかたまにいいペンとかもあるんですよね。そのシャーペンもいけるみたいな。ああ、分かる分かる。うん、やつがなくなって気づいたんですけど、うん、あれ、それ、あいつ使ってんなってなって、それ俺のじゃないのみたいな。だったら、言った。バレたかっつって返してきました。そいつおもんないな。そいつ、多分やり過ごそうとしたよな、絶対。もしバレへんかったらそのまんま。そのまま多分二十歳とかなっていくんやろな、成人して。それすごい地味に、別に本当にそのいっぱいあったんで、別になくなることはまあダメージはないけど、よかったんですけど、すごい嫌です。地味に嫌やね。千葉スタイルやな、それが千葉スタイル。千葉スタイルね。ザラ君はいや、されて嫌やったことですよね。はい、ワン切りっすね。ワン切り、非通知のワン切り嫌っすね。誰に、分からんな、誰にされてるか分からんな。プッっていう。この間も、喧嘩ラジオ、こう、リモートで撮ってるとき、プッつって。一回だけワン切りされて、えっつって。あったでしょ、一回。あった、なんか非通知かかってきたっつってた。めっちゃ嫌ですね、あれ。
あの時言ってた。あ、まさにあれか。はい。まさに今やん。今だけ非通知ってあんまないっすもんね。そうやね。だからちょっと怖かったけどね。ね。非通知は。非通知ワン切りが嫌です。ということでね。それはほんまに嫌やもんな。嫌やで、ね。誰かわからんもん。知り合いの可能性もあるもんな。知り合いがしょうもない。まあ僕ら高校の時めちゃくちゃ流行ったからな、ワン切りな。あとはまあ挨拶の試合というかなんか、ね。しかも授業中すんねんな、隣の奥の席からとか。さあさあさあ、無視すんなよみたいな、休憩時間。ビビったみたいな。しょうもないな、ほんま。しょうもないよ。まあでも高校生はみんなしょうもないからね。そっか。そうか。こんなやったらなんか炎上したやから言うはないということでね。はい、終わりました。はい。まあ、ね、最初に言いました、ビスブラ優勝したということで、このマイルド軍団が今やね、快進撃を続けております。ね、まあ霜降りとかも言うたら前の軍団なわけですよね。はい。頑張っていきましょう。はい。頑張っていきましょう。ちなみに歌ネタはエントリーしてません。すいませんでした。はい。すいません。まあ、そのキングオブコント頑張らさせてください、M1 と。ジャパハリネットはエントリーしたけどね。いや、それは多分、あなたよりすごい人いっぱいおるよ、おそらく。多分本人とか出てきそうやから、そういうの。おそらくおるから。本人がエントリーしてきそう、なんかちゃんとルール読んでなくて。木戸健二郎さんがね、はい、ボーカルの。さあ、続いていきましょう。はい、お願いします。懸命、女装をバカにしてたけど、上級者の見たらまんざらでもなくなってきた。皆様、こんにちは。いやー、夏やね。この時期になったら、まあ、ビキニギャルのナンパもので抜きまくるのが一般的なんやろうけど、でも、なんやかんや、一番抜けるのは、海の家の更衣室の盗撮ものやんね。派手な水着着てるのにお粗末な乳首やったり、際どいパンツ履いてるのにめっちゃ剛毛でどうやって歯磨き抑えてたんっていうギャップ、このギャップがバキバキにバキるんよな、ほんま。バキるてない。でも一番抜けるのはブス巨乳、これは揺るぎません。毎度セラピストネームトーンカーン警報でやんす。あ、来た本題。お、いや、ギャル猫調子乗んなよ、ほんま。何がまずはセフレからっていうのがちょっとよくわからないですね。怒りマークやね。嘘に決まってるやろ。ギャル猫みたいな陰キャをトンちゃんが相手するわけないやん。トンちゃんの方形まで拒否し腐りやがって。だいたい君らトンちゃんか。トンちゃんでいいんじゃん。だいたい君らトンちゃんのこと変態呼ばわりしてるけど、一番危ない性癖持ってそうなんはギャル猫やろ。タロちゃんの連れやからちょっとジャブ打っただけやのに、はい、しかもいやいや言いながらあれからずっとおちんぽビンビンになってたみたいやね。タロちゃんが毎回してくれる面白ピロートークの時に聞いたんやから、キモ変態メガネ。タロちゃんの一連のくだりがトンちゃんの冗談って分かってるくせに、トンちゃんはギャル猫にお譲りしますって冗談でもやめてよね。みんな聞いてるんやから。太郎ちゃんは一生話せへんからね。しかし、唯一の救いはプンクタンだけやったかな。はい、プンクタンだけは、トンちゃんがギャル猫に本気じゃなくて、太郎ちゃんを試してるってのを察してくれてた。プンクタンは乙女心を分かってるんやね。もしかして意外と経験豊富のやりちんさんかな。ププー。質問、酔っ払うと攻撃的になってしまうのですが、どうしたらいいですか。しかも勝てそうなやつにだけ対しておらちかましてるので、はい、意識ははっきりありますということで。意識はっきりあんねや。ほら、酒あんま関係ないやないか。そうやね、それは酒関係ないですね。関係ないです ね、それは、はい、よかった。トンちゃん元気になりましたね、前回ちょっと、ね、そうですね、まあ僕の、はい、やっぱ思った通りでした。やはり太郎さんを試しました、はい、結果的にギャルさんが振られる形になりましたけどね、はい、そうですね、なんかね、かわいそうやけど、ね、まあまあこれも青春ということでね、青春ということでね、はい、あ、これが青春なんですね。だってこれ見た感じ、ま、太郎さんあの後だってトンちゃんと関係持ってるじゃん、まあ、そうそう、ちょっと一回またそこのピロートークでちょっとギャルちゃんのこと言っちゃった。あんたもなかなかやね、太郎さん。トンちゃんだけ譲りますなんて言って、その後連絡取って、トンちゃんに会いに行って。ちょっとダメやね、俺も。シンさん、ピエロやったな、わしらな、うん、ほんまに。ほんとそうっすね。
やられたわ。まあ、ただ、あの、トンちゃんいいわけやけど、アリスとかあったら、やっぱそれはお客さんも飲むやったら、トンちゃんも飲むわけやん。そうやね。トンちゃんやっぱ、あの、自分で意識あるように、弱いやつめがけて、おらち出すから、ギャル猫気をつけた方がいいかもしれない。今回の件で。気をつけます。いや、せめて知らん人言ってくれや。なんで知ってる人に来んの、ね、むちゃくちゃやばいやつやんけ、ほんまに。冒頭でも言ったけど、この前のツイッター見る限り、まあ、一人は芝居てるから。そうやね、間違いなく。まあ、どうしたらいいですかということなんで、あの、はい、お酒やめましょう。そうですね。ね。あ、意識あるの失敗はね、あの、笑えることと笑えないことがありましてね。はい。あなたのは笑えない失敗だと思う。ね、後からどうかなってしまった時はもうね、助けれない。まあ、太郎さんがその時助けてくれるんで。まあ、まあ、たしなむ程度のお酒ということでね、あんまりその深酒というのを、あとまあ、はい、僕最初冒頭でも言いましたけど、ね、プレミアムフライデーにだけは気をつけてください。あなた多分その時解放されすぎです。プレミアムフライデーの日はちょっとやめるとか。そうですね。そこだけを、まあ、鼻筋をちょっと避けるっていうね。鼻筋、そうやな。あなた鼻筋の時相当。日曜の夜とかに飲んだらどうですか。次の日働かないといけないっていうので、ちょっと抑えれるかもしれないんで。そう。ほんで周りの人もおらんし、ね、日曜の夜は陰キャも電車とか乗ってへんやろうから。ね、あと、陰キャ探しにわざわざ外出るとかやめてくださいね。それは絶対あなたも間違ってる方向にしてしまうんでね。まあ、はい、宅飲み、宅飲みにしましょう。ですね。ね。はい。あの、酒飲んだら暴れる有名な太郎さんからなんか意見一言じゃあ。暴れる者同士が付き合ってるってことですな、じゃあ。普通に考えて。最悪ですね。最悪ですね。このカップル。え、じゃあ、なんかあの、一個。いや、まあ、昔ほど太郎さんも荒れないんでね。どうすればそうなりますか、まあ、まあ最低でしたからね。まあ今も最低ですけど。全部しばき回したけど、俺が結局。腕っぷしで。太郎さんではあのお願いします。なんか一言。いや、そうですね。一つアドバイスを。いや、まあでもほんまにあの、宅が、宅飲みがいいっていうのが分かりました。やっぱ宅飲み、外飲みじゃなくて。はい、寝るしすぐ。あ、それが風呂入った後やね。もう。あ、風呂入ってなかった。風呂入ってなかったら外出てまうじゃないですか。あ、まだいけるわと。まだ汚れても大丈夫やみたいなのあるもん、はい。なるほどね。はい、なので。で、あとはほんま、カレンって書いてるけど、プレミアムフライデー。を避けると。はい、トンちゃんの場合はね。あとは、わしが相手したるらいな。あ、ちょっと待って。太郎さんもトンちゃんも、お熱いのがお好きちょっと待ってよ。これ、そびたわやーよ、ほんとに。大丈夫これ。気持ち悪くない？いや、キモいよ、さっきから。ええ加減しろよ、ほんまに。ほんまに。というわけでございます。ね、また、トンカンさん、あの、お待ちしてます。まあ、太郎さんとのまた仲良くなれてよかったですね。結婚したらいいのに、ということで。さあ、続いて、おめいめいきますね。はい。あと、お願いします。あと、2通です。あ、2通、ありがとうございます。はい、頑張りましょう。ねえ、おの。お、来た。間違えた。ねえ、キモカツ。キモカツ。聞いてる？ねえ、キモカツ。キモカツ。あなたがうんこするとき、流す水の音しないの。なんでよ。え？水道代もったいないから、サランラップに直接うんこして包んで捨ててるって？あんたね、それ環境破壊行為よ。ビニール袋有用になったの知らないの？てかもう、ビニールにうんこするって、もう犬じゃない。これもう、キモカツ犬ね。お手しなさい。お手。そんなことはいいのよ。ねえ、キモカツ犬。今年の M はなんかやばいわよ。準々決勝進出するような人たちが1回戦でバンバン落とされてるのよ。そうですね。ちゃんとした強いネタを持っている人たちですら落ちるんだから。そうですね。モリエルで中国人差別と下ネタが入ってるネタしてあっさり1回戦落ちしたあんたたちなんか絶望じゃない。分かったら早コンプラオールオッケーでちゃんと面白いネタ作りなさいよね、はい、このキモカツ犬、はい、ということでね、網走のクソから来ております。一緒に住んでるんですか？何が？このメールの感じだとなんか、うんこ流そうとせえへんとか、一緒に住んでる感じですけど。これマジなんなんほんま。一緒に住んでるんですか？住んでるわけないやろ。一緒に住んでるんでしょ？キモカツって言われてますよ。キモカツって何やねん。気持ち悪いカツ。は？お前もな。
とんかつ食うやろ、はっきり言って。お前、とんかつ食わんのか、二度と。とんかつ食うなよ、お前、はっきり言ってな。しょうもない、なんかサランナップ。あ？サランナップのうんこってなんやねん、マジで。もう今それでけん、けんべんか？俺、けんべんしたらええんか？お？言ってみ、こら。おい。やったんぞ、ほんだら。準々決勝進出の人たち落ちてる？いや、分かってるよ。観客やからな。それはもう、審査員の方の好みになると思うし。まあ、ワードとかになってくるでしょうね。まあ、ただこれだけ言わせてくれ。はい、今年の M1 1回戦、滑って落ちるという芸人さんはゼロやからな。はい、そういうことですからね。みんな受けて落ちてるんや。覚えとってくれ。そういうことですか。あ、ごめん、おならしちゃった。何でもおならしとんねん、キモカツ。え？何をおならしとんねん、キモカツ、おい。何にしましょう。何に出しましょう、お客さん。ささみチーズカツありますかね。ささみチーズキモカツですね。かしこまりました。ささみチーズカツで。ささみチーズカツ。すいません、すいません。精子をね。精子をドレッシングって言ってかけるんです。はい、お待ち。キモカツです。キモカツやないか。キモカツやないか、これ。っていうことですよ、アバシンさん。ね、いうことですよ。シンさん、気をつけてくださいよ、シンさん。食の冒涜ですよ、こんなんね。キモカツなんて言ったらダメですよね。ダメダメ。ね。キモカツ。二度と送ってくんなよ。キモカツっていう。さあ。ちゃんとな。お金稼がなあかんからバイトしてんのにな。しかも一人で。キモカツっていう。完全な一人。昨日なんか急遽電話あってさ、店の入り口 あのブロックやら全部ピカピカにしとけって言われて、風大さんに。ちゃんと太陽で明るくなるまで待ってさ、朝の5時から外へ。あの綺麗ならへんやろ。ピカピカに、ほんでピカピカにできんねん俺。だからあいつ調子乗んねん。できるんかい、まあ。ピカピカにしてやったったほんまに。さあ、本日ラストのめいめいでございますね。はい、ありがとうございます。いきましょう。件名、はい、今週のワンピース、面白すぎたから特別編。お、同じ。お、そうなんだ。皆さんのワンピースの好きなキャラ、ベスト3を教えてください。お、好きなキャラで、その人の性格とかが出そうで、おもろそうじゃないですか。お、僕は3位、ウソップ、キュロス、猫まぶしで同率。お、2位、ホラソン、かっこドン・キホーテ・ロシュなんて。お、1位、サンジです。今週クソヤバすぎます。カイドウ倒してくれ、スナッチというね、ちょっとネタバレを入れてくるというね。もうなんか今日言ってたね、俺にはもうその辺読んでんか分からんけど、おもろいらしいね。これ名前ないですけど、安めぐっすよね、多分。はい。はい、ありがとう、安めぐ。はい。なるほどね。ホラソンが2位でしょ、ちょっと渋いな。ホラソンはもう誰や。ホラソンってあれです、ドフラミンゴの弟ですね。あ、顔にタトゥーある。あれ、あれはちゃうか。顔にタトゥーとか、ピエロみたいな顔のやつ。あ、ピエロの人か。ああ、ピエロの人な。ちなみにあの人、海軍です。あ、そうなんですか。はい、実は海軍だったんです。海軍のスパイだったんですね。あ、スパイか。はい。そういうことか。弟だから殺されたいと思ってたら、殺されましたという。あ、ネタバレか、これ。ごめん。古い話とはいえ。まあまあ、まあ、ふ、まあ、ふ、まあ、単行本出てるあたりだったら、いいんじゃないですか。大丈夫か。結構古い話だもんね。じゃあ、3位、2位、1位。うわ、ワンピースで好きなキャラ。もう、僕、じゃあ、僕から、多分僕が一番薄いんで、ハロさんから行きましょうか。一番薄いんで、はい、あんま知らないですけど、はい、3位。はい。3位は、僕、それこそドフラミンゴ。あら、敵ですよ。まあ、敵ながら、結構前よかったけどな。な、最初のシーンが超かっこよくて、もっと上っていうシーンあったじゃないですか。誰に命令されてるんだ、みたいな感じは、なんか。もっと上っていうのだけなんか当時めっちゃ覚えてるんです。へー、そこがかっこいい。第2位はですね、はい、第2位はサンジ。あ、それはなぜですか。あ、なんか料理もできるし喧嘩も強いしいいかなと思って。あ、別に騎士道に惚れたとかじゃないんですね。全然そう、詳しくないな。絶対手を使わないとかそんなんじゃないんですね。あ、そんなんじゃすいません。はい、あ、なるほどね。はい、さあ第1位。第1位はスモーカー大佐が一番好きです。いいじゃないですか。かっこいい、かっこいい。あんま詳しくないですけど、強い。あの人いいっすよね。かっこいいっすよね。普通に強いね、むちゃくちゃ。強い。やられるキャラじゃないっすよね。違う違う違う、普通に強い、ね、まだ生きてはります。いや、全然強い。今だって、今大将、あ、大将じゃない、むっちゃ上か、中将。
あ、すげえ言ってる。中将だね。あともう一個で、だって大将なれる。かっこよかったですよね、あの人。かっこいい。まあ、途中からなんかわからないけど、2ブロックになってたけど、あれ意味わからん。あ、そうだ。あれ、あ、そうだよ。そうだ。あ、僕じゃあ普通のそのラオウみたいな髪型のスモーカーさんしかイメージないっす。そう。はい、2ブロックになってんすか今。2ブロックむちゃくちゃ強いよ。あれかと互角に渡り合ってたな、むっちゃ強いやつと。ちょっと忘れたけど、相性が悪いから決着つかんぞみたいなこと言って、ベルゴ、ベルゴやったっけ、覇気強すぎて殴られるみたいな。あ、そうやそうや、ベルゴや。あの ドフラミンゴのね。あ、まさにドフラミンゴ、ドンキホーテドフラミンゴファミリーの。僕はこの3人ですけど、まあ、僕はちょっとあんまめちゃめちゃ詳しくはないんで。まあ、まあでもいいじゃないですか。ありがとうございます。じゃあこれ新さんです、やっぱり。はい、新さん詳しいからね。いやもう考察男やからな。むずいっすね。3人。そうやね。3人。マスクしたぞ、ギャル猫が。本気やでこれ。いいやのに、一人でいいやのにマスクしたぞ。3位はじゃあ、エネル。ああ、エネルさん。いいね、エネル。理由は最強。いやもう圧倒的に強かったじゃないですか。強かったね。敵としてもう絶望するという。なんかエネルが一番強いみたいなのも聞いたことはあるんですけど、ルフィさえおらんかったらっていう話はどうなんですか。小田先生がちゃんと言った。あ、うん、いやいや、もっともっと上には上がおるから。ああ、そりゃそうよな。雷海に落としたら勝ちちゃうんですかみたいなのとかも、いやいや、正解にはもっともっとやべえやつがおるんですよ。ああ。雷ぐらいじゃ歯が立たないやつがいますと。あ、ジェルマのやつや、ジェルマのやつ。言っちゃって。それもそうやな。さあ、新さん、第2位は。2位が、あと、キザル。あ、おお、キザルね。キザルさんか。どっちつかずの正義ですね。はい、あの人は何なん？理由は。あの光の速さで蹴られたことある回は、めっちゃ好きな。あったね。もう消えるからね、だって。消えて蹴ってくるからね。キザルさんね。めちゃくちゃ強いしね。めちゃめちゃ強いですね。めちゃくちゃ強い、やっぱ光は。ピカピカ。キザルさんは僕でも知ってます。さあ、第1位は。1位は、ルッチ。おお、ね、CP0、ロブルッチ。あー、そこの話も知ってる。とりあえず、六式がめちゃめちゃかっこいい、好きで、六式使いたちが。違うとか。なるほどね。はい、そのシリーズでいっちゃん強かった敵やったっけ。そうですね。ロブルッチ。ロブルッチちゃうかった。そんなのね。六王が使うからね。それはアニメで見ました、そこは。そう、強い。って感じですね。まあ、これから先もまだまだ出てくるもんね。はい。ああ、いいランクですね。わかりました。という感じ。なかなか渋い。渋いランクなんじゃないですか、これ、小野くんから見て。渋い。そうだね。まあ、まだルフィが出てきてんからな。うん、3人、まあ、2人ともまだ。じゃあ、これ、ザーを聞いてみましょう。ザーの321。あ、ボケたい。ナミ、ロビン、ビビーとか言って終わらしたい。エロいっていう理由にしたい。はい、あ、いや、でもほんまガチで言うと。ワンピース好きやからな。はい、第3位。はい。シャーロット・カタクリ。あの、カタクリさんって前アニメで見た強いやつか。むちゃくちゃ、あいつがいたから、あの、ルフィが今、ワンランク上の強さになってるんですよ。なんかあいつ、騎士道ちょっとあったよね、多分。あいつあったあった。むちゃくちゃあった。自分で自分の腹槍で刺すっていうね。カタクリさん良かったですね。まあ、僕はあの男塾の伊達を見てやと思ってるからね。そうです。そうやな、あなたの好きなタイプやな、あれはおそらく。はい。うん、第2位が、まあちょっともう、もうありきたりやねんけど、あの、光月おでんですね。ああ、今の人ですね。僕は分かんない人ですね、うん。まだアニメでやってないからあれなんですけど。ね、やっぱその仲間を守ってね、もう下半身どうなってんねんっていう。ちょっと待って、男塾やん。そうやね、これ男塾の富樫源氏や、俺は油風呂や思ってるからね。源氏、うん、油風呂や、あれはちょっと釜ゆでか。でも油風呂もっときついのは富樫源氏がやってるから。ね、全部男塾とかぶっていってるから、俺の中で。富樫源氏はさらにすごいのは、ろうそく立ててたから。そうや、そう、落とさないで、こうやってずっと腕組んで、鼻血出まくってるからな。いい湯だったぜって出てくる。フックボロボロ、ね。すごいです。はい。第1位です。
はい。第1位、これ意外ですよ。はい。銀です。ああ。どなたでしょうか、銀は。銀はね、あの、ドンクリークのね、はい、部下です。ドンクリーク見てたぞ。絶対ドンクリークより強いねん、銀は。そんなやつおった？潜在能力めっちゃ高いと思うねん。そんなやつおった？鬼人やったっけ？鬼人ですね。鬼人の、鬼人、銀。鬼人の実？鬼人の実？いや、鬼人の実なんか、多分最強じゃん。鬼人の芝くんちゃなんかわからない。芝くんってだけの能力。鬼人の実。あの、あいつあいつ、あの、サンジが助けたやつ。腹減った、飯食ってへんっつって。ああ、わかった。わかった、わかった、わかった。で、サンジを助けんねん。あの、ドンクリークの、はいはい、思い出しましたわ。で、自分が食らってまうねん、確か。あ、あれが銀なんや。そう、マスク、自分、毒ガスのマスクを取って、サンジにかぶせんねん。つけてあげたやつや。銀好きやねん。まさにでも。恩をちゃんと返したっていうね。で、最後にドンクリークの腹殴って、ドンクリーク失神させて連れて帰るっていう。それ毒回りきってんのにドンクリークをワンパンするっていうね。まだ死んだ描写はないです、2人とも。でも大一郎先生が後に出てくるとは言ってたらしいけどね。もう話おかしな、もう変わってもうてるかもしれんけど、一回そういうのなんかファンミーティングみたいなの言ったらしいけどね。銀、あ、じゃあ面白そうですね。出てきたら身の能力とかじゃなくて純粋に強いからね。あの時めちゃくちゃ強かったからね。なんかの身を手にしたらもっと強くなって出てくるかもしれないんですね。そういえばあの時のサンジ負けたもんな、普通に。はい、サンジに負け、ね、めっちゃ強いよ。サンジに勝ってんねん、あいつ。押さえつけたからな。変ななんか丸い球体ついた棒持ってんねんけど。トンファー。トンファーか。トンファーか。先に丸いのがついてる。そうそう、強いね。あ、これじゃあちゃんと強い人へ。はい。あ、これはジョーファン。ねえ、これを見て性格診断を安めが勝手に自分で勝手にして誰も発表しないってやつでしょ。変態やん。ルカタンのグッズ買うためにむちゃくちゃ今入札してるから。富豪と戦ってるって言ってたからな。特に人間見頑張れってなんかちょこちょこな応援したりしてたね。何人かが頑張ってください。このラジオ聞いてる時とかもまだずっと富豪と戦ってるかもしれないな。あと今回このメールに添付でね、あの、はい、あ、そう、安めぐはね、安めぐの歌送られてきたんですけど、あの、僕が前歌った乾杯はビーチで冷えたシャンパンドンペリガキンで、あの砂浜でタイマー、はいはい、あれのフルバージョンを歌ってくれたんで、CD 買ったんでしょうね、おそらく、はい、で安めがこう歌ってくれてるんですけど、まあ、あの載せることできないんで、はい、あのバックミュージックと完璧バンバンなんでダメということで、ということで、まあ、もし音楽かかっちゃってたから、ね、ライブがあったらアビスとかあのケンガラジオの公開収録があればそれを永遠流してやろうかなと。ああ、そうですね、休憩中とか。それはもうそういうために送ったんでしょ、だって。はい、え、休み後もう一個あるもんな、変な動画なんか歌ってたって。あのカルピスの CM の歌。それも流すから。で、休み後には脳域してもらいましょう、それを自分で聞いてましょう。外で、会場の外で。ね、ルカタも脳域してましたからね。ルカタの脳域ってやつなんか、あ、なんか上げてましたね。先生。さあ、といった感じでございますね。安めぐりずむさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、長い戦いで。いや、今日はすでに長くなりました、ね、なかなか。すいません、あの、時間いただきまして、なんとかこれでね、第78回も、すべてのお命名を、読むことができました。皆さん、本当にね、いつもメールありがとうございます。新コーナーも始まって、ね、また気合い入れていきましょう。やりましょう。はい、さあ、というところですね。はい、もう今日はもう夏も始まったばっかりです。この辺であっさりと終わっておきましょうか。そうですね。ね。ハゲ。え？何？ハゲ。ん？ハゲ。いいよ。いいよ。言ったらええやん。あ、言うよ。言ったらええやん。言ったらええやん。うん。言うよ。何笑ってんの？余裕やな、お前。もっと言う？あ？もっとひどいこと言って。もっとひどいこと。うん、言ってみ。俺何も聞かん。ほら言ったろか。うん、言ってみ。ハゲマジン。なんて。ハゲマジン。ハゲから。ハゲ先生。ハゲからは離れてよ、ちょっと。ハゲ先生。ハゲからは離れてよ。ハゲ丸。ハゲは離れろって。ハゲや、ハゲや。ハゲは。ハガヤ。おい。ハガヤ、ハゲや。ハガヤ、ハゲや。ハガヤ。ハゲザグ。
ジグザグハゲザグ。いや全員芸人。ハゲの黄昏。ハゲシングヒーロー。ハゲシングヒーロー。あ？ハゲシングヒーロー。ハゲシングヒーロー。ハゲシング B。それハスキング B ちゃうもん。昔おったもんハスキング B っていう。ハゲシング B。ハゲシング B。ハゲモト新喜劇。消防署。言ってこいやお前も。もう始まっとっちゃとっくに喧嘩はよ。いやここまでハゲと言われたら少し落ち込みますね。もうちょっと待って。ちゃんと落ち込みますね。なんか一個言うや俺に。最近抜け毛もすごいし、まあいい子じゃあ言おうか。いや言うよ当たり前やろそんなもん。うん。そうやな。始まってんねんで喧嘩。俺も叩いてんねんでこれ。あ、分かった、いい子言います。うん。最後これ言って終わります。はい。言ってこいや。豚ニキビ。ムカつくな。ムカつくな普通に。